ようこそドメダラだけチェッシュ。私の名前はオラで、今回紹介したいドールは時々のスーパーステラになります。で、まだこちらは未開封なんですけれども、開封したドールもあります。で、こちらはサンディゴコミコンの限定版になります。両方ともそうなんですけど、で、この時々っていうブランドはよく知りませんが、時々原宿の竹下通り行くときは、こちらのキャラクターの、ぬいぐるみとか見かけています。例えばその、ユニコーンとか、私ユニコーンが大好きなんで。で、たくさんいろんなキャラがありますね。で、私、それ以外にもルーナ持ってるんですけど、時々のコラボで。でもその子はブルガリアにいるので、ブルガリア行った時に紹介動画を行います。それではウィッグから行きましょう。さらにもう一つのアクセサリーとしては、付属品としてはこちらのヘアピンになります。で、またその時々のキャラクターになっています。で、こちらのウィッグは色的にも長さ的にも形的にも非常にチェルシーに見えるんですけど、比較動画を撮るのでぜひ見てください。すごくふわふわでいいけど、チェルシーのその水が流れてるような感じじゃないですね。フェイスアップなんですけど、この眉毛が非常に好みですね。描き方もそうなんですけど、色がバッチリですね。そして目なんですけど、このグリターが入った銀色はツボですね。もうこれ以上素敵なアイチップがないですね、私にとって。この眉毛を見たら期待しちゃうけど、期待しても無駄だ。まあ、ここはちょっと、残念なまぶたになっています。この唇も可愛いと思います。少し笑ってるように見えるような気がしなくはないですね。このアイライナーとかも目のあたりは非常に綺麗だと思います。それでは服装について、まずはこちらになりますけど、ケープになります。後ろにはその時々のマークですかね、これ、このハートと骨で、内側はこういう風ないろんなそのキャラ、星とそのダイヤモンドのキャラが載っています。で、こちらにはワイヤーがあるんですけど、こんな感じのケープになります。 No capesエナが言ったように No capes、 危なすぎてダメだ。で、ここにはフックがあるんですけど、これを外しましょう。ケープは外すとこんな感じになります。ここは変な素材の手袋になります。で、ここは少しこういうギザギザになってて、ここが非常に硬い素材になってて、で、ここはもうボロボロになりすぎて全然遊んでないのに、とりあえず正直なところ、この服装は一旦外してまた付け直したんですけど、もう全然、私この子はまたウィッグ目当てに購入したからと、あとアイチップと、まあフェイスアップ全体が好きですね。なので、この服装はひどいですよ、正直なところ。このグローブとタンクトップと靴は同じ素材なんですけど、ボロボロすぎてもう意味わかんない。で、ここもまたその時々のロゴになってて、キラキラしてるやつで、後ろにはそれが外せることができます、ベルクロで。で、このベルトも外せます。こんな感じの、またそのダイヤモンドが入ってる。で、このスカートも外せることができます。で、こういうスターがついてて、後ろにベルクロで、結構きついんですね。だから今は外すことはできないですね。で、こういうちょっと三角形みたいなのがあって、で、後ろもこんな感じで、下にはまたそのタンクトップのロゴみたいにキラキラの素材が使われています。で、このズボンなんですけど、短いんですけど非常に硬いんですよ。私そんな素材あんまり触ったことなくて、プラスチックかのように本当に意味不明の
素材になっています。最後にこの靴なんですけども、ボロボロでさ、このタンクトップと同じ素材なんですけども、本当にその上のところが取れてしまってるし、で少し残念なのは、こう長さ的にも好きなタイプの靴だし、そんなにすぐ壊れるのは少し残念な感じがしますね。幸いにここにはこう触ってる感じだとハイヒールが入ってるから、これ全部取ったら多分ハイヒールが出てくるので使えなくはないな。スーパーステラはこんな感じです。あのフェイスアップが一番の取り柄の子になっています。服装はもう早くあの着替えさせたいぐらいの感じになります。この子をお持ちのようでしたら、ぜひご感想お願いします。じゃあまたね。バイバイ。